おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。本日の提供は、10月11日月曜日、倫理法人会の大島啓介ナイトセミナー in 大阪堺でワクワクする人を量産したい。大島啓介さんとの出会いで鴨さんに出会い、話し方の学校に通っていますという、倫理法人会イベント主催、話し方の学校大阪 QBJK こと、 大津美奈子さんの提供でお送りします、えー、大津美奈子さん大好きです実はですねこのボイシーの冒頭の応援枠はですねただいま募集を締め切っておりますで締め切った理由は今日のね、えー、本編のテーマであるボイシーの新しい機能差し入れ機能なんですね なんで差し入れ機能に切り替わるということでご理解いただければと思います。これ後でお話しますね。えー、鴨頭義人からのご案内です。まずは話し方の学校の入学体験講座が10月の16日土曜日11時と10月30日土曜日の11時から東京で行われます。会場参加もズーム参加も選べるようになってますのでぜひぜひご活用ください。そしてもう一つ。さあ、またこの季節がやってまいりました。 鴨頭義人のビジネス実践塾 2days。11月の3日と4日の2日間です。これね、大人気講座なんですよ。僕のやってる講座の中でも、まあ、話し方の学校、そして1回限りのコミュニケーションの学校、これまたすごいんですけど、ビジネス系で言うともう今これしかやってないので、 もうビジネスユーチューバーの学校も終了したので、ここでしか鴨頭吉人から直接がっつりと濃厚なビジネスの学びをすることができないので、このビジネス実践塾 2Days が大人気でございます。年間3回ぐらいのペースでやってるかな。で、毎回根幹は同じだが、必ず最新情報が飛び出るということで、リピート受講の方もむちゃくちゃ多い。 初めて受講の方も必ずめちゃめちゃ増えてるという大人気講座になっております。えー、二日間で鴨頭嘉人が現在手掛けているビジネスや普遍的なビジネスマインド、そして学び方などなど、す、え、べ、ー、てが手に入る二日間。えー、地方の方とかね、お忙しい方だとビジネスを半年間とか学ぶの大変じゃないですか。もしくはビジネスを半年学ぶと やっぱり7ヶ月目以降に成果が出ると。でもすぐに成果が欲しいっていう人今多分たくさんいらっしゃると思うんですよ。特にコロナ禍において。なので2日間でも完全に全部の情報を渡し切ると。そういう講座になっております。えー、受講方法が3種類あります。1つ目、動画受講。内容を一人で自分のペースで学べる。スケジュールも場所にもとらわれない学び方。2つ目、ズーム参加。 ライブ形式で自宅で学べる。そして三つ目、会場参加。もうこれはね、鴨頭義人の熱量を現場で浴びたい人向け。その三種類ございますので、ぜひぜひ、えー、上手に活用して、もうビジネスで今なんとかね、えー、向上したいと、伸ばしたいと、売り上げ伸ばしたいとか、利益伸ばしたいとか、あとはま、経営の中でもっと安定して、 社員さんが本当に楽しく働けるような会社にしたい。えー、そういう方に向けてぴったりの講座になっておりますのでお待ちしております。えー、それでは、鴨頭嘉人よしひとの朝礼、スタートします。さあさあさあ、今回はね、ボイシーさんの新しい機能について紹介しようと思います。まあ紹介しようと思いますというかですね、僕あのボイシーさんの、えー、っと、アプリの発信者向けのアプリとかも使うし、 あとは聞いてもいるので、一視聴者としてもたくさんの人の放送を聞いているので、アプリを開けると、ちょっと前からね、差し入れ機能っていうののをインフォメーション出てたのは知っていたんですよ。だけど、えっと、ちゃんと調べてなくって、なんじゃろうなと思ってて、 で、えっと、一応僕も差し入れ機能を使えるようにっていう設定はしてたんですけど、これ、いつから始まるのかなってちょっと分かってなかったんですけど、始まっておりました。<laughs> 大変失礼いたしました。もうすでに始まっていてですね、現在、えー、なんかね、えっと、アプリで見れるんですよ、発信者の人だけ。そこに差し入れっていうタブがあって、それを見るとなんと、 差し入れが3150円。3件いただいておりました。失礼いたしました。えっと、今いただいてる方のですね、ちょっと、あの、これね、メッセージも送れるんですよ。だから差し入れと一緒に。なんでちょっと読ませていただきます。仁吉さん、えー、差し入れされた放送は、あ、これ有料のプレミア放送に対する差し入れだ。 会社経営、店舗経営の超重要項目を公開しますという、えー、放送に対しての差し入れでございます。メッセージ、焼肉マフィアのオープンおめでとうございます。地方在住なのですぐに伺うことはできませんが、応援したい気持ちを少しでも形にできてとても幸せな気持ちです。カモさんのボイスを聞いてワクワクするのが病みつきです。 ありがとうございます。という、ジンクさん。本当にありがとうございます。嬉しいです。開店祝いですね、これね。こういう使い方もできるんですね。いいですね、差し入れ。えー、続いて、みっこえー、差し入れされた放送。世界最強のチームはどう作られたのかを解説しますです。えー、メッセージ。みっこです。差し入れしてみたかった。明日、焼肉マフィア行きます。小崎牛楽しみで眠れないです。というですね、明るい差し入れでございます。ありがとうございます。 えー、そしてもう一方、みなさん。これも有料放送だ。講演家鴨頭よし人の使い方講座に対する、えー、差し入れでございます、えー。メッセージ。鴨頭さんのおかげで救われました。そして、うちのチームは変われました。それは、私が変われたからです。部下育成にずっと悩み、本だけではわからないことがたくさんあったからです。YouTube にも感謝ですし、 鴨頭さんにも感謝しております。ありがとうございます。という皆さんからの差し入れいただいております。本当にありがとうございます。これ、やっぱ嬉しいね。これ、額の問題じゃないね。なんか、やっぱり、どういうふうに使ってくれてるかがわかりますね。だってこれ、三人ともね、メッセージ読んでると違いますもんね。 ジン吉さんは焼肉マフィアのオープンを応援したい気持ちがあるけどちょっと遠いのですぐに行けないのでまずは気持ちを伝えたいと、ね、朝ボイシーを聞いてワクワクしてるから焼肉マフィア応援したいって思ってくれてる人がいるっていうことが伝わってきてるんですよめっちゃ嬉しいこれジン吉さん以外にもいると思うボイシーをいつも聞いててその情報が役に立ってるなって思ってる人が 僕になどうやってお返ししようと思ってて焼肉マフィアのクラウドファンディングだったり来店だったりとかセミナーの参加だったりとかっていう方法もあるけどこれ差し入れだったら来なくてもできますもんねっていうふうに思ってるっていうことですよねみっこさんもそうですよね差し入れしてみたかったですもんねこれまさにこれ言葉通りじゃない差し入れなんじゃない差し入れってそういうものですよね なんか、なんかなんか通常にもらってるものとか通常に払ってるもの以上に渡したいときですよね。あとは面白いのはプレミア放送に対する差し入れだからプレミア放送って月額900円もう払ってくれてるわけですよね。さらに足したいっていう気持ちをこの差し入れ機能で表しているということだというふうに理解しました。本当にありがとうございます。 これからちゃんとチェックします。差し入れ、あの、いただいてるかどうか。ありがとうございます。これ、ボイシーさんが出しているリリースをちょっと読んだんですけど、少し紹介しますね、えー。今回提供を開始する差し入れ機能では、リスナーがパーソナリティに対してボイシーで差し入れをすることができます。日頃、リスナーの皆さんが聞いてるチャンネルは、パーソナリティが限りある自分自身の時間を使って収録と放送しています。 えー、昨年よりパーソナリティにとって特別なリスナーになれるプレミアムリスナー機能も誕生しました。しかし、実際に、えー、リスナーさんからの声で無料で聞いてるのでパーソナリティにお返しがしたいとか、内容が濃いのでプレミアムリスナーの月額料金では安すぎる、もっと払いたい、そんな声をいただくようになりました。そこでパーソナリティとリスナーのコミュニケーションの一つとして、 今回新たにこの差し入れ機能を作ることにしましたとなってるんですけど、もうまさに今、えー、僕差し入れをいただいて、その体験をしました。まさにそれを感じましたね。うん、要は無料で聞いてるのでお返しがしたいという気持ちでいただいてるのも分かったし、プレミアムリスナー安すぎるじゃんこれもっと価値あるじゃんって。まあ確かにね、内容によっては自分の会社が変わったりとか、売り上げ上がったりとかね、 チームとか人間関係変わったら900円じゃ安すぎるって感じる人。僕がリスナーでも思いますもんね、うん。で、今回のボイシーのリスナーが用意している種類は4種類あります。栄養ドリンク500円。菓子折り1000円。フルーツバスケット2000円。花束は100円から5万円まであります。すごいっすね。なんかいいね。差し入れって感じ。栄養ドリンクとかめっちゃ可愛いじゃん。 <laughs> なんか差し入れで栄養ドリンク <laughs> 菓子折りもそうですよねあこれまさに差し入れっていうテイストですよね渡しやすくしてくれてるんですねボイシーさんが優しいえっと実はですねこの差し入れとかあとは投げ銭っていうのはもう世界的なムーブメントになっていてどうやら昨年のえっといわゆるスーパーチャットとかのランキングを見ると日本のね ライバーさんとか VTuber さんとかがトップ10の中に9人とかいるんですよね。すごいですよね。MSS プロジェクトっていうね、ニコ動のゲーム実況や音楽活動をやってるユニットの人たちは、なんと、えー、コロナ禍でライブが、予定してたライブができなかったのを YouTube のライブでやったところですね、なんと2日間で1億超えというですね、とてつもない記録を叩き出したりしています。 これはもう YouTube とか v o シー y さんだけではなくって Twitter でもね今年の5月ぐらいからでしたっけ投げ銭機能がつきました。もう Twitter なんてチップっていう名前ですからね。まさにですね。えそして Instagram も始めるそうですね。これまたね、えっと、ベータ版って言うんですかねこれね。日本でテスト的にバッチっていうね、名前の 投げ銭機能がついて、もうね、ワクワクしますね。で、僕はね、このワクワクはね、ダブルワクワクなんですよ。僕にとって。一つ目は、いよいよ音声配信で食べれる人が生まれるってことですよね。例えば、まあ、シンプルに、1日に投げ銭1万円いただけばですよ。これ、毎日配信結構楽なんですよ、YouTube に比べて。もう、シンプルに言うと、YouTube を週2回投稿と、ボイス、 え、毎日投稿なら、ボイシー毎日投稿の方が楽。だから、1万円もし投げ銭をいただけるようなパーソナリティが生まれたら、月間30万ですから、これ、食えちゃうってことですよね、音声だけで。すごいと思います。そしてもう一つ僕にとって、え、ワクワクする胸圧ポイントは、チップ。チップが文化になってきてるってことですよ。本当に僕にとってね、え、日本にチップ文化という活動を、 去年から始めて、ま、地道に今飲食店を中心にやっております。えー、焼肉マフィア池袋店の方でもチップをも導入しておりまして、本当にありがたいことに、毎日ですね、えー、約7万円から40万円という。 一 <laughs> 日でチップをいただいて、うちで働くステージパフォーマーの年収は、多分日本のサービスパーソンの中で間違いなくトップになります。新しい文化を今、お客様、リスナーの皆様と作れてるなって感じてます。それでは、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、いいねー。投げ銭してください。<laughs>